大島博史、大島博史、大島博史、1886年、明治19年4月19日から1975年、昭和50年6月6日は、日本の昭和期の陸軍軍人である。最終階級は、陸軍中将。第二次世界大戦前から戦中にかけて中ドイツ、特命全権大使を務め、日独位三国同盟締結の立役者としても、 知られる。終戦後の極東国際軍事裁判では永久戦犯として終身刑の判決を受けた。大島は陸軍士官学校及び陸軍大学校を卒業した陸軍軍人であった。1921年、大正10年、駐在武官補として初めてドイツに赴任、ナチ党との間に強い個人的関係を築くようになった。 1938年、昭和十三年には中ドイツ日本大使に就任、日独同盟の締結を推進し、1940年、昭和十五年に調印された非独遺三国軍事同盟も強力に支持した。終戦後には永久戦犯として終身刑に処せられ、1955年、昭和三十年まで服役した。あ後の陸軍大臣、大島健一の長男として、 岐阜県江名郡岩村町に生まれた。その後は、東京で育ち、愛媛、小学校、東京牛込北町では、後に、経済人として、経団連会長も務めた、石坂泰三と同級であった。1898年、明治31年、東京府立四中入学、陸軍幼年学校入学資格である一年次、終了後、1899年、 明治32年9月、東京陸軍地方幼年学校入学、1904年、明治37年11月、陸軍中央幼年学校卒業。幼少期から在日ドイツ人の家庭に預けられ、ドイツ語教育とドイツ流のしつけを受けた。軍人となった後に初めてドイツに駐在した際には、ドイツ人青年についてドイツ語を習い、教科書にはロシア革命。 ローザルクセンブルク著や手紙、カールリープクネヒト著などが用いられていたという。1921年、大正10年以降には断続的にベルリンに駐在し、1933年以降はドイツの政権を得ていたナチス党上層部との接触を深めた。当時、日本国外務省はナチス党とは距離を置く方針であり、 独自の行動で同東とのネットワークを構築していた、大島は、日独同盟の推進者となっていった。大島の外交思想は、同時期の中イギリス特命全権大使であり、新英米派であった、吉田茂とは対局であった。その後大島は、陸軍中央と提携、中ドイツ大使であった、東郷持長を尻溶け、1938年、昭和13年、自らが、 中毒大使に就任した。大使就任後には、政治家、外交官でありナチス党幹部のヨアヒムフォリッペントロップに接近、日独遺三国同盟へ、1940年締結による、数軸外交実現のために奔走した。さらに、ナチス党総統アドルフ・ヒトラーの信任を得るに至った。ドイツ駐在中は、姿勢から立ち振る舞いに至るまで、ドイツ人以上に、 ドイツ人的との評価を受け、一貫して、新独政策を主張した。これらのことから、アメリカのジャーナリストウィリアム・エル・シャイラーは後年、大島をナチス以上の国家社会主義者と評している。第二次世界大戦末期の1945年、昭和20年、日本政府は中水スコし、坂本水尾からのドイツ第三帝国画界との、本国伝を目殺。 大島による、なおもドイツ有利との誤った、選挙報告を徴用し続けた。ドイツを一方的に信じ続けた大島によるそれらの暗号電報は、すべて連合国側に解読されており、英米の作戦遂行に有利に活用されていた。同年4月、ソ連赤軍がベルリンに迫ると、大島は一部の高官らとと共に、ドイツ南部の温泉地、バートガスタイに避難した。 ドイツ敗戦後、大島は連合国によって、身柄を拘束されて、アメリカ経由で本に送還された。日本到着時には、私は政府の指示に従っただけだと話していたものの、到着と同時に連合国軍に身柄を拘束され、永久戦犯として起訴されることとなった。大島が永久戦犯として起訴された最大の理由は、日独一三国同盟の推進にあった。 しかし法廷において大島はヒトラーや立憲トロップとはほとんど合わなかったと事実とは異なる証言をし、また三国同盟を主導したことなど自身に不利になることには一切言及しなかった。判事による投票の結果、大島は一票差で公式刑を免れ終身刑の判決の元と菅も公事書で服役した。大島は後年政治家であった。 広ロタコウキなどが死刑となったことについて、自分の方が戦争への責任が重いにもかかわらず、こうして生きているのが、いつも申し訳ない気がしている。1965年、昭和40年頃の発言などと述べていた。1955年、昭和30年11月に仮釈放された大島は、神奈川県茅ヶ崎市に引遁した。斜面後には、当時の政権政党だった。 自民党から国政選挙への立候補をたびたび要請されたが自分は国家をミスリードした。その人間が再び公職に就くのは許されないとして断り続けた。公的な場所に現れることすら一切なかった大島は著作や講演の依頼にもガとして応ぜず編集者で歴史家の高橋雅さえには私が語り書いて大島個人の主観で 歴史家を誤らせるという三国同盟に次いで、また国民に罪を犯したくないと語っていた。日独意三国同盟の締結を推し進めたことについて大島は後年、当時はそれを最善と信じて行動していたが、結果的にはその見通しの誤りが敗戦という結果を招き、その意味で自らに日本国に対しての重大な責任があることを認めていた。 大島は強く、ナチス党とそれを率いるヒトラーに浸水しており、言動や思想は常に、ナチス党政権及び、ドイツ寄りであった。そのことから、日本国外務省や大日本帝国海軍などでは、大島を指して、しばしば、中毒ドイツ大使と揶揄した。木戸光一は戦後、あのくらい、ドイツ一辺倒の男はなかったが、大使になっても依然として、駐在武官のような頭だったんだな。 と大島を表している。大島のドイツ B 期は終生続き、その晩年までヒトラーを天才戦略家と評価しており、出居先であった茅ヶ崎の自宅応接室にも自身とヒトラーとが向かい合った写真が飾られていたという。また、国家の勢力拡大が最優先事項とされた当時の価値基準で測れば、ヒトラーはアレクサンドロス三世、大王や ナポレオン・ボナパルトに次ぐ天才であったことを固く、信じると、ヒトラー死後30年を経た後にも語っていた。明るく開放的であった。一方、非常に人を信じやすく、感触持ちであった。また、一度決めたら、なかなか信念を変えなかった。これらのことから、政治や十作には増えてであり、自身でも、政治や外交は好きではないと語っていた。 中ドイツ大使時代には、オペラ等のコンサートにもたびたび招待されていた、大島であるが、特にリハルトワーグナーを一番のお気に入りとし、またドイツ・オーストリア・ハンガリーの喫下劇、ペレッタを好んで歌っていた。また、大島は、無類の食通であり、美味しいうなぎ屋があると聞いて、家族全員で外出することもあった。酒は、ドイツのサクランボ酒である、キルシュバッサーを好んでいた。 しかし一方では、ドイツ在住のユダヤ人演奏家を庇護、援助し続け、アメリカとも人脈のあった指揮者、この絵ヒマロとの確執が生じ、この絵のドイツ本国内での演奏活動が制限される結果となった。大島は、幼少時に一度結核を患った以外、全くの病気知らずで生涯を通した。ドイツに精通、陶酔していた大島は、晩年においても毎日、 ドイツ語の本と雑誌ばかり読んでいた。妻は死者令嬢。妹の長校は三つくり臨床の四男、年尾と継いだ。元日本大学農獣医学部教授の三つくり昭一は、広志のおにあたる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。